はい、今回新型アトレイの見積書の方ですね、紹介していきます。グレードの方は最上級上級の RS で、駆動方式は肉の方で、車両本体プラスおすすめのメーカーオプション、ディーラーオプション、最新の値引き額で最新の納期が判明したんで、順を追って紹介していきます。アトレイの RS 上級グレードお肉で、ボディ色はオレンジですね。オレンジを選択して、型式が S700VZBXZ で、でまずオプション関係ですね。 ETC セットアップが2750円で、コーティング安い方と高い方があるんですけどね、安い方が78,100円で、確か高い方に関しては12万弱でしたね。で、ナンバーフレームセット、メッキタイプ、5852円。で、フロントサイドバイザー、9526円。で、カーペットマット、プレミアムの方で、12226円で、スタンダードナビ、ドアレコパッケージ。ナビに関しては一番売れ筋のナビで、標準的なナビで、ドアレコに関しては前後タイプですね。フロントとリアついて、前後タイプのドアレコはついて、ドアレコパッケージ199,012円で、あとは車載機ですね。一番安いビュートインタイプ28,340円で、ディーラーオプションの値引き額表示されてますけどね、ディーラーオプションの方の値引き額は33,330円で、メーカーオプション、ディーラーオプション足して値引き額33,330円引いた額が、ディーラーオプション代で299,970円で、もちろん車両本体の方でも値引きしまってるんで。で、続けて車両本体の諸経費、税金、保険料、自動車税がまあかからない、軽自動車税、環境性能割が33,100円、自動車税6,600円、自賠責25ヶ月分で23,100円、印紙税200円、税金保険料の合計が62,100円で、販売所費用の分が車庫証明7,700円、検査登録手続き代行24,090円で、希望ナンバーが5,940円で、リサイクル資金290円で、新車延長保証3,850円で、課税分が41,870円、預かり法定、車庫証明が500円で、検査登録1,500円、希望ナンバー4,280円で、リサイクル9,710円で、非課税分が15,990円で、軽貨物のメンテパックですね、24ヶ月、51,810円で、合計が諸費用関係169,880円で、一番上に車両本体価格、マトレイの上級の RS の車両本体価格が、肉の方ですね、167,200円で、で本体の値引き額66,000円で、値引き額引いた額が1,606,000円で、オプション関係が33,330円引いてくれたオプションの額が29,970円。車両本体プラス諸経費、値引き後が195,970円。で、諸費用関係がさっき紹介した通り、169,880円。その車両本体とかオプション関係の、ね、消費税額が177,076円で、車両本体プラスオプションプラス諸経費で、本体とオプションの値引き額引いた額が275,850円。値引き額で言えば、この33,330円プラス66,000円なんで、まあ、約10万ですね。約10万の値引き額で。まあ、商談を重ねていっ
で、最終的にサイエンスってやってきたらもうちょっと引いていくみたいな話だったんですけど、まあそう言ってもこう何万5000は難しいでしょうね。まああと引いてくれたとしても2万5850円で12、3万といったところですね、雪役に関しては。まあ納期に関しては3、4ヶ月って言ってたんですけど、今契約しても大体4月中旬って言ってたんで、3ヶ月くらいでしょうね、納期。まあ駆動方式とか、グレードによっては4ヶ月って言ってましたけど、大体3ヶ月あれば、納車が間に合うといった感じで。はい、今回ダイハツ新型アトレイの見積もり書の方について、まあ車両本体プラスおすすめのメイクオプション、ディールオプション。あとは、ね、契約と納期について、あとは総額について紹介しました。